皆さんこんにちは。お米没収などファンを騒然とさせるニュースの多い近年の中日ドラゴンズ、下中にいる選手たちはいよいよ我慢の限界も近いようで、今回は立浪ドラゴンズから大量の脱退者が出る可能性について紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。2023年8月3日ドラゴンズのクラブハウスから白米が姿を消す騒動が発生。8月後半にその旨を記した報道が週刊誌によって行われ、米が出されないようになったということ自体は事実であると示す証拠も世に出ていたことから、多くの野球ファンが激怒、呆れ、嘲笑など様々な冷たい反応を見せました。メディアによる立浪和義監督批判や球界 OB からの苦言なども見られるようになりましたが、9月8日の週刊誌報道によると、今もなお白米提供の一部禁止は継続したままだというのです。立浪監督は選手時代にドラゴンズ一筋22年、2480安打を放ったドラゴンズのレジェンド的存在、それだけに現在も絶対的な監督としてチームに君臨。昨シーズンオフからはチームの補強の全てに口を出すような姿勢も報道され、かなりの強権を敷いていることがうかがえます。白米禁止に関しては選手たちのコンディションを整えるという目的で行われたこととはいえ、チームの守護神マルティネス選手が異議を唱えたと報道されるなど、実際に選手たちの間でも不満は募っているようです。そのマルティネス選手の怒りをきっかけに投手陣には白米が解禁されたという報道もありましたが、一方で野手の白米の準備は行われていないままのようで、一部選手が球団幹部などに白米の提供を再開するよう是正を求めたものの、立浪監督は球団が3個の例で迎えた切り札であるため、オーナーの大島宇一郎氏ですら注意することができないとも書かれています。スポーツ紙野球担当デスクによると、他球団の選手からも中日はやばい、立浪さんは怖いといった声が聞こえてくるようになり、ドラゴンズ OB からは立浪監督はミスタードラゴンズでありアンタッチャブルな案件、今回こうして叩かれたことで選手も少しは報われるかなと本音が聞こえてきているそうです。さてこのような事態で一番苦しんでいるのは当然ドラゴンズの選手たち。嘘か誠か、ドラゴンズからの脱出を目論むような動きが見えているというのです。幸いというべきか、2022年オフから2023年シーズン途中までドラゴンズはかなり積極的にトレードを行ってきました。トレード移籍した選手の中には京田陽太選手、阿部俊樹選手といったかつてチームの主力として活躍していた選手の名前まで。そのためトレードの対象となる選手の幅は非常に広いように思え、球団関係者によると立浪政権になってからトレードや戦力外で他球団に移籍した辞め流の選手たちに個別に連絡を取って、各チームの手薄なポジション、自分が他球団にどんな評価をされているかリサーチを始めた選手もいるとのことなんです。トレードは選手たちの意思で決まるものではありませんし、このリサーチが本当に行われていたとしてどのような効果を発揮するのかは曖昧ですが、それでも昨今の騒動を見るとドラゴンズから出たいと考える選手がいても不思議ではないというのは分かります。そもそもドラゴンズの選手は待遇面に不満を抱えている選手も多いそうなのです。白米の一件が問題になる以前からドラゴンズのケータリングはそもそもおかずが少ないのだとか、さらに試合で活躍してヒーローインタビューを受けた場合も金一封などの報奨、監督賞はないというのです。他球団であれば数万円もらえたり、読売ジャイアンツや阪神タイガースだと10万円近くの賞金が出ると言われていますよ。東北楽天ゴールデンイーグルスではヒーロー賞に楽天スーパーポイントが10万ポイントもらえるというのはヒーローインタビューなどでも触れられている有名な話、そっちの方が家族も喜ぶだろうなと考えている選手もいるとかいないとか、これらの不満点が本当であればもはや立浪監督だけの問題ではないようにも思えます。プロ野球選手会が行う契約更改の満足度調査では、2023年のドラゴンズは前年比較で満足度を大きく改善させたものの、依然12球団で下位の満足度に甘んじており、選手の不満解消は球団全体で取り組むべき課題なのかもしれません。ドラゴンズはリーグ順位下位が続いていることから、シンプルに強いチームに行きたいと考える選手、12球団でもトップクラスの投高打低球場なことから、もっと打者有利の本拠地の球団に行きたいと考える選手もいるのかもしれませんけどね。さてドラゴンズから脱出したいと考えている選手がいたとして、どういった選手が脱浪する可能性があるのでしょうか。
残酷な話ですが、現在の活躍もこれまでの実績もない選手については、今の待遇に不満があっても脱出動向を言っている場合ではなく、そもそもドラゴンズのユニフォームを脱ぐ時がプロ野球人生を終える時となりかねません。一方、現在の主力も主力である岡林勇希選手や細川誠也選手などは、万が一球団を出たいという思いがあったとしても、ドラゴンズ球団が手放すはずもありません。正攻法 FA で出るしかないわけですが、2人ともまだ1軍での歴史が若く、順調に出場を重ねても FA 権の獲得はまだまだ先になります。もっとも現在ドラゴンズで活躍できている選手たちは、さすがに強く出たいと思っているとは考えがたいですけどね。ではどのような選手が脱出すると考えられるのか。現在は思うように活躍できておらず、一方で実績はあり、別の球団ならもう一花咲かせられると思わせる選手、個人的には高橋周平選手こそが今シーズンオフにドラゴンズを脱出する選手なのではないかと思っています。かつての3球団競合ドラ1竜の未来を背負うべき選手とも称された高橋選手、高卒1年目から1軍の試合に出場し、2019年には117試合出場、打率2割9分3厘、本塁打7本の活躍でベストナインに輝きました。2020年には120試合中108試合に出場し、打率3割0分5厘と結果を残したのですが、翌2021年は137試合で打率2割5分9厘と数字を落とし、昨シーズンは故障もあって78試合打率は2割4分9厘止まり、来年が勝負として臨んだ2023年シーズンはここまで81試合出場で打席はわずか169、打率も2割1分2厘と落ち込んでいます。立浪監督の就任以降、立浪監督はベテラン選手や実績のある選手にも自身の教えを押し付け、自分のやり方に従う者を優遇するといった内容の噂がたびたび週刊誌報道などでささやかれていました。その立浪監督のやり方がそもそも高橋選手には合っていないのかもしれません。勝負のシーズンで結果を残せなかった高橋選手は、そもそも戦力外通告を受けてしまう恐れもありますが、逆にそうなったとしても実績があり、まだ来シーズンでまだ30歳の高橋選手を拾ってみたいと考える球団はあるはず。高橋選手のネームバリューであれば、球団もトレードで相応の選手の獲得を狙えそうですし、リスクはあるものの、高橋選手にはいざとなれば自らドラゴンズを脱出できる FA の権利もすでにあります。もっとも長く期待をかけられた高橋選手がドラゴンズへの愛着を強く持っている可能性も否定できませんけどね。他には先発投手陣にもドラゴンズを脱出したいと考えている選手は多いかもしれません。小笠原慎之介選手、柳裕也選手、高橋宏斗選手、ドラゴンズには素晴らしい防御率でローテーションを守りながら大きく負け越している選手が複数います。この防御率は投手有利のバンテリンドームに守られたものであるという見方はできるでしょうが、だからといって援護がなく勝ち星に恵まれず負け星だけが積み重なっていくのではモチベーションも上がりません。とはいえ今すぐ FA ともいかず、必要戦力な以上トレードの道も簡単ではないでしょうから、まだ我慢の時が続くのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は立浪ドラゴンズから大量の脱退者が出る可能性について紹介しました。とはいえ他球団からも魅力的な若手選手が自らの力で現球団を脱出するというのは簡単なことではないようにも思えます。先は長い選手もいるかもしれませんが、ひとまず FA 権獲得を目標に頑張るしかないかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。